んばんは、秋尾さと子です。こんばんは、大月貴博です。浪曲と言いますと、なんかちょっと距離がある感じがするんですが、まあありますね、普通は。いわゆるこう、なにわ節のこと、はい、基本的には同じです。同じだと思っていただいて結構ですね。唐突かもしれませんけど、ね、はい、今日はいかに浪曲が素晴らしいものであるかというのをじっくり説得して差し上げたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、その、今日のメインテーマです。はい、通称清水次郎長、これが慶道一の親分さ。日本の大衆芸能浪曲、明治の初めに大道芸から発展し、大正昭和を通じて圧倒的な人気を博してきた。しかし時は流れて平成の今、なんだかあまり聞きたくないなっていう感じはしますけれども、古臭い。浪曲って何ですか？浪曲、浪曲知りません。浪曲わからないです。まさに風前の灯火である。しかし浪曲抜きに近代日本を語ることはできないのである。今夜は浪曲120年の歴史をたどり、日本人の心に流れている浪曲的なるものに大月貴博キャスターがじっくりと迫る。はい、というわけで今夜のテーマは浪曲なんですが、まあ、今この浪曲師と呼ばれる人は何人ぐらいいるんですか？大体100人全国でですね、東京、大阪、名古屋合わせまして100人内外、まあ、現役をも弾いてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけどもね、ただかつて最盛期には全国で3000人の浪曲を語る方がいらっしゃったということなんです。減っちゃったということですね。減りましたね。で案外ところがですね、これ浪曲江戸時代のものと思っている人がいらっしゃったりね、あるいは、まあ、さっきもちょっと出てましたけど古い、古くないんですよ、これ全然大間違いなんです。徹底的にモダンでね、近代という歴史がないことには立ち上がらなかった、まあ近代的な芸能なんですね。でその辺のことが全然誤解されているところがありまして、今日はまあその辺のことを中心に、ね、ちょっとお話していきたいと思うんですけども、この浪曲を聴ける寄席っていうのはあるんですか？今定席って言いますか、浪曲を専門にやる寄席が東京で一つだけあるんですね。でそこをちょっと取材してきました。かつて大衆演芸の中心地としてにぎわった浅草、この一角に現在日本でただ一つの浪曲専門の寄席木馬亭がある。はい、すいません、リア坊主なんですね。これ25歳以下、はい、はい、25歳以下は半額なんですか？僕は25歳ですか？やんなもんないですけど、ずっとそうですか？今までも。これ理由はどうして？浪曲の場合は25歳以下の方に多くの方聞いていただきたい。若い人見てもらいたい、聞いてもらいたい。はい、すいません、はい、ありがとうございます。もしご一四郎目が負けましたの説は夜軍立たん者として切腹申し付け。酒飲み本性たがいません。こう言ったなれば、勝ってつまらん負けてつまらん相撲は相手がしないであろうとそろばんを張り。浪曲専門とはいえ、浪曲が語られるのは毎月1日から10日まで。平日のこの日の客数はわずか10人余り。大変よかったんですよ。だんだんこの良いが回ってまいります。現在ここで浪曲を語っているのは総勢40人。そして木馬亭で最も人気があるのが東屋浦太郎さんである。これじゃたまらねえや、鍵もしてもらう。お天道様に喧嘩打ったところで始まらねえや、罰が当たるで、とにかく熱い。おい、ありがてえ、こんなところに井戸がら一杯気象になろう。浦太郎さんが浪曲師になったのは昭和7年わずか12歳の時である。以来61年間も第一線で舞台に立ち続けている。先生、どうも。この浪曲界の重鎮に大月貴博キャスターが聞いた。
学校の帰りに、ラジオやあるいは電気屋なんかで、浪曲の放送が盛んにやってました、うん、でそれを聞いて自分家に帰ってきてなんかね面白半分にこの声が出るんですね。でもだんだん面白くなりましてね。だいたい家が貧乏で家族が大勢ですから6年を出ると奉公に出される宿命になったんですね。ですからもうどうせ親も好きなもんなら大学にさせて、うん、親もその気になったんですね。ですから6年卒業する間近はあっちの寄席こっちの寄席行って飛び入りで、ね、やりまして当時、大学での方が30円35円ぐらいの時に、結構60円から70円ぐらいの稼ぎはあったんでしょうね。16円の家賃を払って暮らしてたんですからね。ですからまあ浪曲にとってはありがたい時代でしたね。浦太郎さんは初めて舞台に立った日から今日に至るまで全ての日付演目場所を克明に書き留めている。昭和19年の時ですね、東京から始まって。いやでもやるとこいっぱいあったんです ね、 ほとんど毎日じゃないですか。警戒警報発令のため中止って書いてある。浦太郎さんが浪曲師を志した昭和の初めは浪曲120年の歴史でも黄金時代だった。当時日本の都市は農村部から人々が次々に集まり膨張の一途をたどっていた。中でも東京の人口は昭和元年から10年間で 1.5 倍にも膨れ上がった。昭和18年には浪曲師の数は東京だけで1000人余りにも上り、スターとしてもてはやされた。その中で北海道から九州まで爆発的人気を誇るスーパースターが現れた。鈴木米若である。さどいとんくさきもなびくさどはよいかすみよいかの恵みの春は訪れて、御作のもとへ嫁りなして共に白髪のはゆるまで仲良く添い遂げられしという語り伝えて佐渡城。何百人ぐらいまで肉声で届いたもんですか。やはり千人止まりでしょうね。千人までは大丈夫ですか。終戦間際はねよくマイクしたれマイクしたれって客が騒ぎましたね。あ、嫌がったんですか。嫌がったなんで来るなら一年仕込みで聞かい聞くなって言葉でね冗談じゃない来たさが洗ってんの肉声で聞くんだそのために来たさ洗ってんだマイクしたれマイクしたれってマイクなんかなほとんど取られましたね。大体漁師町ってのは嫌がるんですね。皆さんそうおっしゃいますね。まあ東京近辺でもこの頃はそうでもないけどこの浦安、皆さんそういうな、から船橋、船橋もあるちょっとやるネタが気に入らないとやじったりね、みかんとかぶつけたりね。昔俺客が入る時に下足が開く、あの札でこんなことやってね音出して邪魔する邪魔するそんなね意地悪なあれがありまして漁師町はね
日本でただ一つの浪曲寄せ木馬亭。ここでは月1回小屋を支える全ての人が一堂に会し牛丼を食べる。もう20年も続いた習慣である。最高、よそでは食べれないこの味は。どなたが一斉声出したらどうなんて。うまいね。また今日も暑い盛りの話だったから。おいしい。浦太郎さんが木馬亭の舞台に立つのは月のうち3日。他の日には公会堂や老人ホームで公演する毎日である。この日は木馬亭のすぐそばの老人ホームにやってきた。ここには若い頃からの芸人仲間志らくさんがいた。なんと20年ぶりの再会である。会いたくてね。私が会いたくてね。でもしばらく何年ぶりだろう。会いたかったね。会いたかったよ。あとはやっぱり右、これやっぱり右やらへん。でもね、これだけね、うん、あるだけありがたいね。でもまあ舞台でかろうじてまあ声を出してお客さんに拍手の一つももらえるうちはやっぱりやめられない。そりゃ両手今あの両手あんじゃいけないもの。東屋浦太郎といえばお年寄りたちにとっては今も憧れの大スターである。開演の1時間前から続々と詰めかける。私がないんだよ。上がないからだよ。ありがとう。お招きをいただきましてありがとうございます。東屋浦太郎です。どうぞよろしくお願い申し上げます。おいしそうな羊羹ですね。うん、それ食ってお茶を飲め。甘いものは疲れが取れるぞ。ごちそうさまです。いただきます。口のそばまで持ってったが途中で気を変え髪にくるんで小さな腹がけ。いや食べろって出したものをなでしまうんとこのケチンボ野郎。食えと出した羊羹しまうなんて意地の汚いやつは綺麗だ。明日から来ねえぐらい。お待ちなさいよ。しょうがないね。この相手は子供なんだよ。涙ぐんでるじゃないか。親方ごめんなさい。あんまりおいしそうだったので。うちへ帰れば母親が三月も前から患ってこの羊羹の一切れでも食べさせたなら病人はどんなに喜ぶ。宇田川長宗吉は声が出る限りは何年でも語り続けたいという浦太郎さんは今も新しい演目に挑戦し稽古を繰り返している。流れる汗を拭きながら空を眺めて一人。こうじっくり聞いてると本当味わいがあるもんです ね。おじいちゃんおばあちゃん泣いてるでしょ。今の70代以上の方にとってはやっぱり切実な芸能であったことは間違いないんですね。あの世代のニューミュージックなんですね、やっぱりね。でさっきあの近代の芸能だって言い方僕しましたけども、はい、爆発的なヒットした要因っていくつかあるんですね。まず一番大きなこれレコードですね。はい、このレコードの普及というのがあったんですけども、日本のレコード産業の基盤というのはある部分浪曲で作られているんですね。
あ、そうなんですか。浪曲のレコードが爆発的に売れるんです、はあ、で、まあ、あの一番最初明治末年から大正初めにかけて日露戦争前後挟んでですね、一人のスーパースターがこれ出るんですね。ほとんど僕は浪曲界の矢沢の A ちゃんだって言ってるんですけども東中堅熊右衛門っていう人がいます。ちょっと見てください。はい、なななななん僕らの一人は本性でおいよりこい何に座りがござるごと誠と言う深くらのちご切腹の殿にも自らやご射程に何一つの声。あのね、流行歌手って言いますかね、流行するそのヒットする芸能人スターがいるとしたらね、熊右衛門最初のスターだと思いますね。めちゃくちゃ受けたんです。でなぜ受けたか、これなんですね。武士道湖水、武士道の成果ってこれ書いてありますけど、とにかく武士道ってものを売りにしたわけですね。でそれまではその羽織袴じゃなくてですね、しりっぱしりで浴衣掛けみたいな芸能だったものをさっき出てきたみたいに、羽織袴を着てですね、ああいう総髪でもう偉そうな髪をして偉いぞっていう状態でやったわけですね。それが日露戦後のそのナショナリズムの高揚期ってやつ、つまり俺たち日本人ってなんだろうなっていう状態が当時あったわけですね。近代化ある程度達成できたけども、はい、戦争やって西洋に勝ったけども、でも辛いこともいっぱいあるぞ、なんだろうなっていう、そういうナショナリズムの高揚期にやっぱものすごく受けたわけですね。でさらにもう一つ、大きな要因というのがあるわけなんですけど、ありますけれども、だいたいどれぐらいその浪曲師の数が増えていたかっていうのはちょっとグラフにしてあるんで見ていただきたいんですけどもね、これ明治15年25年38年ちょっと統計取ったものがあるんですけども、東京市内の芸人の数、まず落語家の方、明治15年段階でまあ400人弱で、ね、でだんだん減っていくんですね、これはね、25年38年日露戦後の前後になると、で講談、これは近世からだいたいお記録読みとか言って、まあかなりある意味で格の高い芸だった、これはあんまり変わってないんですね。そうですね、同じぐらいですね、で浪曲見てください、すごいですね、これ一気に増えまくってますと上がってしまうんですね。もう浪曲は落語も講談も抜くぐらいの勢いが明治末年にはもう出てくるわけなんでありますね、でもう一つ、大体大正期を通じてですね、から大正末から昭和の初めにかけての時期には、また別の要因が出てくるわけなんですが、これラジオっていうのが一つ大きかったりするんでありますけども、その時期にですね、一つ大きな愛国浪曲とかですね、後に言われるような、物語の提携っていうのが出てくるんです、これもちょっと一つ聞いてください。東屋楽園さんです。日の匂いを近頃目に見えて老いを重ねし風情あり胸の悩みの積もりてか愛事をなくせしためなるか思い起こすは旅順の総攻撃。はい、乃木将軍の話なんですけどね、乃木将軍と老シャフっていうね、もう勝手に話どんどん作っちゃうわけなんでありますけれども、まさにこのラジオ、ラジオの普及というものでまた浪曲っていうのが大衆化していく、レコードとラジオで広まったんですから、これはまさしく近代の大衆芸能なんですね、後のニューミュージックなんかに近いようなところがあるわけなんであります。でもう一つちょっとグラフ見ていただきたいんでありますけれども、浪曲をその支持していた層っていいますかね、社会的なですね、これをちょっと権田康之助という方が大正10年の調べたデータあるんですけども、漁工商とあります、漁民、漁業従事者、工業従事者、商業従事者と分けてあるんですけども、活動写真、後の映画ですけどもね、これはやっぱり、商業、まあ、デッチさんでありますとか、あるいは商家の方に受けてるんですけど、これに対して浪曲はきれいに漁業ないし工業と、漁業ってまあ漁師さんですけども、工業って言ってもこれは大工場だけじゃなくて、まあありてにて近代プロレタリアートですね、町にその労働力として吹き寄せられてきた人々の間でものすごく受けていたっていうのがよくわかると思うんです。でその後昭和の15年戦争期になってきますとですね、これがさっきもちょっと言いましたみたいに、いわゆる愛国イデオロギーみたいなものにこうどん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 身を寄せていく、あるいは利用される面があって、まあ先ほど言いました米若虎蔵全盛の時代というものはですね、まあ当時軍国主義全盛でありますけども、その頃の戦意高揚のために浪曲を非常に擁護して、例えばこういう豆本みたいなのも出てくるわけですね。
ありますか。これ浪花節傑作集と、これ小さいものなんですけども、これはここに慰問袋用って書いてありますね。戦地の兵隊さんにこれ送るんですね、でこれ歌本なんです、こういう形になってまして、これ戦地で浪花節を覚えてうなるためのまあ後のなんて言いますか、芸能雑誌のその付録の歌本みたいなもんなんですね、でこういう形で利用されたわけなんですね。そうなると本当に戦争に随分一役買って、戦争の時にですね、愛国心は大きに一役買ってしまった、協力しました。もう恥ずかしげもなく協力してます、ただそれは裏返して言うと芸能として国が戦争に利用しようと思うぐらい凄まじい迫力のあったものであったっていう言い方できますから、あえてひっくり返して言いますとこれは大衆芸能の栄光ですね、そうですね。今そんな、あれはありませんよ。カンボジアに行った自衛隊ユーミンが行ったって誰もそんなの明日死んでもいいやと思いませんもんね、でも浪曲を聞いたら明日死んでもいいと思う日本人がいっぱい良くも悪くもいたんでありますね、という歴史があったわけです、で戦後、GHQ の占領下の時代では切った張ったの、武士道どの子のいけないっていうのはあったんですけども、戦後民放ラジオの普及の頃までは浪花節生きてます、で民放のラジオののど自慢なんて初期やっぱり浪花節のものが多かったりしたっていう話なんですね、だから高度経済成長を支えた企業のある中核の世代っていうのは、昭和初期の浪花節流盛期に社会化した世代っていうのがいらっしゃったわけで、重役社長さん当時の中には浪花節聞いて高度成長を頑張ったって人いっぱいいらっしゃったんじゃないかと思うんですね、で木馬亭取材してる間で実に、まさにその世代の方をですね一人見つけましたんでちょっとご紹介したいと思います。風雪70年この新作浪曲はある社長の物語である。主人公高沢三次郎さんは喜寿の祝いを兼ねてこれまでの自分の70年間を浪曲にまとめた。高沢さんは生地や衣料品の卸業を営む会社の社長さんである。埼玉県の貧しい農家の四男に生まれ12歳で商家に奉公に出て以来商人の道を歩んできた。商才を発揮してわずか21歳で独立、文字通り裸一貫から今日の地位を築いたのである。高沢さんの会社は現在従業員200人、6階建てのビルを建てるほどにまで成長した。高沢さんをここまで支えてきたものこそが浪曲なのである。高沢さんが浪曲を覚えたのは軍隊時代。浪花節を歌うってことは無心に書いた時ですね。もううちのことも何もかも忘れて、それもって無心で書いた月に浪花節が自然と出てきたというのが本音でしょうね。今のねやつ演歌のようなね、こうなんとかどんちゃかどんちゃかね、にぎやかって私は嫌いだな。まるっきり浮ついてるから、戦後 その会社の中でいろいろご成功なさりましたけど、その鍵っていうのは浪花節の中にあるんでしょうか。ありますね。どんなことでしょう。あれ佐渡城はでもね、とにかく一瞬っていうことね、何事も信念だと思うね。絶対に揺るがねえ、もうこの通りやるんだと決めてあればそれやること、会社経営もですから信念だと。ですから佐渡城和の信念と全部つながるわけだ。佐渡は信念一筋を貫く高沢さんの佐渡城和は今日も風呂場にこだまするのである、ね、資本主義っていいものでしょって思わず言ってしまいたくなるようなリアリティがあったりするんですけどもね、ただ70年代ぐらいを境にしてやっぱその浪曲的物語の立ち上がり方っていうのはもううまく社会の中で機能しなくなってますね、でも例えばかつてはこういう政治家だっていたわけなんですよ、やらかいやら
だけどわからんことを言ったわ。私は五臓六腑が憎いかよ。戦勝出発、我が一票によってこれを懲らしめなければならんと。今度の選挙で議席が減りますれば、なるほどなるほど、国民の厳粛な審判が下ったのである。物価物価物価で、皆さん、あんな政策で物価が下がると思いますか。田中内閣が物価を上げたの、田中が辞めればいい。田中が辞めて物価が収まりますか。皆さん、バカなこと言いなさいよ。国民全体を考えて、3人よりも30のうち1億もよって、日本の地下問題を解決できないともありません。皆さん、まだ日本はこれから10年や20年や100年で100年になりません。日本はまだ永久に発展を続けなければならないのだ。思わず1票入れようかって思うでしょ。そうです、妙な説得力がありますよね。ね、思わずこれなら1票入れてもいいんじゃないかって思ってみんな入れたんですね、かつてはね。だからほとんど、まあ、政治家の演説っていうのもある種芸能であるっていうのはこれは考えなきゃいけないこと で、今ああいう政治家いらっしゃいませんよね。全然いませんよね。宮田さんがやっても全然様にならない、うん、浜子さんぐらいじゃないか。でもやっても誰も聞くかどうかわからないっていう、それぐらい社会変わっちゃってるわけですよね。そうですね、うん、ある意味じゃそのカリスマ性と何を節ってちょっとなんかセットで考えられるか、うん、かつてはあれが一つ英雄を立ち上げる技術であったわけですよ、うんうん、だからこそ春日さんにしても加計さんにしてもあれだけ今見ても浪曲的だと思えるわけなんでありますけども、うん、ただなんていうのかな、あのもちろんちょっと前まであだったんですね、うん、でも今あれそのままやっても役には立たないだろう、うんうん、でもそれまであれで社会を動かして得た状況っていうのがあってね、はい、でついこの間まであったものがまだ生きて聞けるわけですから、うん、これはちゃんと聞かない方はないだろうっていうふうに僕は思いますね、うん、だからマルコム X とかね、黒人音楽なんか最近若い人ね、はい、耳いいからよく聞いてますけども、日本のマルコム X っていうのは浪曲師の中にいたかもしれないっていうことですよね、うん、でおそらくこれからもう一遍日本とは何かっていう問題これからずっと出てくると思うんですよ、はい、90年代通じて、その時に少し前までの良き日本人の形を立ち上げる技術としての浪曲ってものをね、うん、もうそのまま受け継ぐんじゃなくて、うん、何であったかっていうことはもう一遍学んでみていいんじゃないかという気はしますね、うんうん、浪曲の中にヒントがあるかもしれないということですね、と僕は思います。だからみんなで浪曲聞いてください。どうもご苦労様でした、はい